日韓の貿易管理に関する政策対話の再開をめぐり、韓国大統領府の関係者が24日、日本側の発表内容が、事実と異なると遺憾の意を示したことに対し、あは、発表した内容は事前に、韓国側とすり合わせたものと反論した。あは公式 Twitter を通して、あは、 外交ルートを通じた韓国側とのやり取りの直後となる11月22日18時7分、韓国向け輸出管理に関し、輸出管理政策対話の再開及び個別審査対象3品目の取り扱いに関する今後の方針を発表しました。その方針の骨子は、韓国政府と事前にすり合わせたものですと伝えた。これを前に、 韓国大統領府は24日、日本の阿賀22日の発表で、韓国側が貿易管理体制の改善のため意欲を示しており、対話を行うことにしたと発表した内容は事実と異なる、歪曲された報道などと遺憾の意を表していた。